ここは宮崎県の西部に位置する西目屋村。岩永姫の伝説が残る村です。訪れた日はあいにくの雨模様。面積の 96% が山林のこの村では水墨画のような景色に圧倒されます。川沿いを奥へ奥へ分け入ると伝説の岩永姫をご祭神とする女良神社がありました。大山住の御事と岩永姫をご祭神にしておりますので、大山住の御事の長女の岩永姫がですね、小川に来られまして、この地にですねしばらく生活をされていたようなんですが、病気をしたり自分の顔がですね悪いということで、そういったのを気にされてこの神社の下の地の方に身を投げられたということなんですね。まあ農作業されてて、神社の上流の方、田んぼもですね耕作されて稲を作られたようなんですが、まあ、非常に美味しい米が取れたようなんですね。そこで大変喜ばれまして、米よしとか言って米よし米よしというのが、このメラという米が良いと書きますが、そのメラの言葉の発祥になったと言われております。自分の容姿を醜いと知った岩永姫の悲しみはいかばかりか。岩永姫はここの小川地区の神社の御祭神なので、知らない人は絶対いないし、みんなお祭りとかもみんな行くので、やっぱ神様ってすごく多分大切にしてると思います。お祭りがあることですごく集落が一致団結してるなっていうのはありますね。この地区の人口は90名ほど。しかしここを訪れる人は年間2万人を超えるのだといいます。定住人口を増やそうって言っても難しい問題なので、交流人口をどんどん増やしていくってのが一番だと思うんですよ。その中で気に入ってくれて定住してくれる方ってのももちろんいらっしゃるかもしれないし、今いる若い世代がうまくサポートしていかないと多分定住できないと思うんですよ。田舎だからすごく密なつながりがあるので、そういう仕組みとか教えてあげないと絶対わからないので。翌朝早く西目良村から県の中央部西都市に移動すると、日本最大級の古墳群が千年の時を超えて私の目の前に広がります。それだけね、地元の人がね昔から作ったものを大事にしとる。これはもう田畑にすればですよ、削ってしまえばもう終わりなんです。大切にずっと何代もこうしてきたのが今の古墳に残っている、これがやっぱ斎藤の人間性じゃないかなと僕は思ってますけどね。岩永姫の妹、この花咲夜姫をご祭神とする妻神社。高間ヶ原から降臨したニニギの御事があまりの美しさに結婚を申し出たというこの花咲夜姫。姫の残した伝説が縁結び、安産、子育ての神として多くの女性に共感を呼びます。まあお互いにまあどっちかじゃなくて、お互いにこう兄弟愛はあったんじゃないか、親子愛もあったんじゃないかなという感じはしますけどね。岩永姫の生命力とこの花咲夜姫の美しさ、どちらの神様もお互いにお互いを思っていたとするならば、いい方にとっていけば本当に伝説の大事なもんであって、立派なもんだと僕は思ってますよね。赤トンボの真歌が黄金に輝く頃、深く多くのことを神話から学ぶ旅となりました。ここに美しき日本があります。